タルイ町役場は日本の地方公共団体であるタルイ町の組織が入る施設。タルイ町は以下のアクセス方法を推奨している。タルイホール、タルイテラス電気自動車急速充電スペース ATM コーナー1965年12月28日に非公式を行い、1966年10月に竣工、同年11月23日に落成式を開催した。 完成当時の庁舎には、教育委員会、消防署などの行政機関や商工会が入っていた。また、消防署が移転した後も2011年12月まで、暴路が設置されていた。パルイ町。 http://www.town.tarui.lg.jp:/docs:/202008170017/。タルイ町役場庁舎が日経ニューオフィス賞、ニューオフィス推進賞及び中部経済産業局長賞を受賞しました。2020年8月20日閲覧。たる町アクセスマップ。 たるい町、2019年11月3日閲覧。岐阜県たるい町新庁舎整備費、予算盛り込み、検討、跡地の活用ニーズも調査。建設通信新聞、2017年12月10日閲覧。ありがとうございます。